おはようございます。ジムです。今日は隙間時間に遊べるめちゃくちゃ可愛いディズニーのスマホアプリを紹介していきたいと思います。イエーイ。それがこちらです。ディズニーマイリトルドール。累計450万人以上のプレイヤーがいるディズニー初の着せ替えアプリ。様々なディズニー作品をモチーフにしたアイテムの着せ替えやお部屋のコーディネートを楽しめる。もうね、コーディネートとかディズニーキャラクターが大好きなね、ジムにはもうまさにもってこいということでの紹介となります。今日はね、たくさんこうガチャを引いて可愛いミッキーやミニー、ドナルドのリトルドールの着せ替えをチェックしたり、部屋のコーディネートをして楽しんでいきたいと思います。もう早速ね、ここにみんながねよちよち更新してるんですよ。めちゃかわ。それではやっていきましょう。でまずね、ホーム画面の左下のこのドアのアイコンをタップすると、リトルドールと遊ぶことのできるルームに入ることができます。これがもうねめちゃくちゃ可愛くって、ドナルドのリトルドールを掴んでソファーの上に乗せてあげたりとか、あ、めっちゃ遊んでる、可愛い机の上に乗せて、あ、グーフィーのリトルドールも乗ってくれてる。二人で仲良くお茶会をね、する様子を眺めたりすることもできます。なんかみんな集まってきた、かわいい。こうね、長押しで掴んで、いろんな位置に置いてね、例えばお風呂とかに置いて、写真を撮ってみようということで、入浴シーンをパシャッとカメラにね、収めることもできます。え、めちゃ可愛くない？貴重な入浴シーンでございます。あと、この子がね、ジンム自身のアバターなんですけれど、この子も着替えさせることもできるし、とっても可愛いです。そして、たくさんね、特別な機能があるんですけれど、特にジンムが一番好きなのが、ドナルドのリトルドールをね、ダブルタップすると、グッとドアップになりまして、指でね、こう、ハートとかを書いてあげると、リトルドールがね、反応してくれるんですよ。これめちゃくちゃ可愛くない？メロメロになってるの。フィンガーマジックっていう機能らしくって、指でね、ディズニーキャラクターたちとコミュニケーションが取れるという、本当に最高の体験ができます。もういちいち反応が可愛いんですよね。虹をかけてあげよう。お、雲が出てきて虹がかかった。え、可愛い。ほっぺが赤くなってるところがいいよね。で、こうやってお世話をしていくと、ハピネスというものが溜まっていって、この左上のおばばの部屋っていうところで、ハピネス交換所、いろんなね、アイテムと交換することができるみたいです。見て、アヒル口ある。あと200で交換できる。ちょっと待って。ミニーちゃんのリトルドールにもね、ハートを捧げよう。ハピネスください。かわいい。うわぁ、虹に向かって目がキラキラしている感じが本当にかわいいよね。よし。フィンガーマジックでハピネスを貯めたので、こちらのね、くちばし、パンチートのくちばしをね、交換していきたいと思います。やったぜ。つけてみると。めちゃくちゃジムっぽくなった。どうでしょう。これでディズニーキャラクターたちと馴染めたかな。いい感じな気がします。嬉しい。さらにこのお部屋のね、模様替えもできるということで、いろんな家具、アイテムがあるんですけれど、このリトルドールとルームをね、より可愛く着せ替え、レイアウトするために、ガチャをね、たくさん引いていきたいと思います。じゃじゃん。見てください。ジムはね、ドナルド、デイジーがやはりくちばし族として大好きなので、期間限定ガチャ、水彩画の湖、こちらをね、引いていきたいと思います。もうイラストも素敵なんですけれど、ガチャリストがね、めちゃくちゃ秋らしくっていいんですよ。こう、普段のテーマとは少し違ったテイストのアートコレクションシリーズということで、まあ、こういうデイジーポシェットとか、お洋服とかも欲しいし、ルームを飾り付けるための木とか、あ、手つなぎ人形、この手つなぎめちゃくちゃ欲しい。さらにね、激レアのアイテムもいくつもあるということで、あ、動く壁紙とかもあるんですね。そしてデイジーとドナルドがデートしている船とかもゲットできるんだ。これは引くしかない。果たしてレアなアイテムをゲットすることができるのか、引いていきます。ゴー！お、ガチャの演出見るの初めてです。さあ、どんなアイテムが出てくるのか。虹色！これはレアなやつ出たんじゃないか？お、ピカーンと光って。ゲット！秋の水彩画の紅葉。おお、湖の橋、水彩画の湖のラグ、これ絶対置くだけでおしゃれやん。リトルバス、お風呂なのこれ。インテリアお風呂でご確認ください。リトルドールたちがどういう反応するのかが楽しみですね。で、あ、服着ました。これ欲しかったやつだ。ニットスカートコーデ。そして岩の方もあります。これ椅子なんだね。レア来ました。ブラウンヘア、かわいい。チークまであるんだ。これ一気に顔が変わりそうですね。そしてもみじの木、いいねいいね。最後がブラウン、はい、レア出ました。いいですね。でもでもまだね、いろいろ手に入ってない。お、
おまけゲット、湖の落ち葉、小物、嬉しい。6個もくれるんだけどありがとう、嬉しいです。いや10連めちゃくちゃお買い得やない？いやでもまだ S レア引いていないので引いていきたいと思います。ゴー。あ、なんかレアなやつもまた見えたような気がする。じゃじゃーん。まあ20連目だと少し被ってくるかも。お、なになに、え、演出が変わっている。お、お、なんと R のレアをゲットすることができました。日傘だって、色がめちゃくちゃ綺麗。そして岩、お、これはニューですね。森、フレームもあるんだ。もみじの木は持ってた。お、レア、湖の床ですね。これどう組み合わせるかが楽しみ。カバンまでゲットできた。そしてエフェクト、すごいすごい。あ、あ、来ました、スーパーレア。びっくりした、突然来た。秋の水彩画の船ハウスかな。ドナルドとデイジーがね、イチャイチャしている。スーパーレアなアイテム、欲しかったやつ、めちゃくちゃ嬉しい。え、あ、しかもドナルドの手つなぎ人形まで、これは嬉しいね。でまたおまけも3つ。このおまけどうやって飾るかちょっと気になりますが、あ、出ましたね、これは嬉しい。まだ引くかな、まだ引けちゃうかな。よし、引いていこう。ワンモア、10連 S レア、 S レア、カモン、来てくれ S レア。ジムは全ての S レアを制覇したい、欲張りなんで。お、またなんかちょっと変わった演出ですね。魔法をかけて、エスレアの魔法を。どうか、どうか頼むで。お、来ました、スーパーレア、もう一つのドナルドとデイジー。やったやった、めちゃくちゃ嬉しい、これはナイス。そしてイチョウの木めっちゃゲットできる。あ、でもニューって書いてあったな。水彩画の机、ブラウンアイももう一つ、スカートコーデももう一つ、カバンももう一つ。あ、ここまで来ると結構かぶってくる。あ、水彩画のポシェットデイジーもらうことできました、やったね。フレームもゲット、湖の床もゲット。いや、だいぶ集まったんちゃうこれ。37分の23。いや、もうなんか一番レアなやつゲットできた気がするな。やった、嬉しい。いや、なんか30連でこんなに揃っちゃうのめちゃくちゃお買い得ですよね、素晴らしい。じゃあこれ引こうかな。ミッキーマウスの夢物語、ミッキーとミニーちゃんのコンセプトのアイテムで、これもすごく気になるものがたくさんあるんですよね。ここにはミッキーのリトルドールの着せ替えアイテムなんかも手に入るそうで、これがめちゃくちゃ気になってるんですよ。なんでこれを引いていきたいのと、あ、ミニーちゃんのセットアップとかもめちゃくちゃ可愛いし、激レアのアイテムには鏡の中の世界の壁なんかもあります。こちらは43種類もアイテムがあるんだね、多いな。いや、これをちょっとね、全力で引いていこう。ではでは、いきますよ。来い、頼むで、激レアよ、来い。じゃじゃん、帽子の中からフィルムが出てきて、キラキラの光を放つと、じゃじゃん、まずはお部屋の壁紙、いいね。そして万年筆、うわ、ミッキーっぽい。あ、欲しかったやつ来た、夢物語のセットアップ、めちゃかわワンピース。そして不思議な鏡、鏡から自分が出てくる感じになるのかな。世界のフットレス、足置き、リトルベッド、くるみが入ったベッド、なんか面白いアイテム多いね。くるみ割り機、くるみの割る機械までちゃんと用意されてる、すごい。びっくりした、また急にスーパーレア来ました。夢物語、ビネット日記で、お部屋の椅子、あ、またレア来た、おやすみぬいぐるみミッキー、え、かわいすぎる。で、ちょっとアイテムかわいすぎですね。で、くるみもゲット。スペシャルボーナス、なになに、タップしてみよう。スペシャルボーナスで1個プラスでガチャのアイテムもらいました。こんなボーナスまで、え、もう1個いいの、そんな、そんな大サービスありがとう、嬉しいよ。ジョーカーの王冠まで、こんなサービスしてもらっちゃっていいんですかってレベルでガチャが楽しい。ワンモアワンモア、どんどん行くぞ。この演出もさ、楽しいよね、一個一個。リボン、めちゃかわー、ヘアリボン。そして不思議な鏡、リトルバス、傘の中に入れるお風呂なんだね。そしてセットアップもう一個、リトルベッドもう一個、手袋エフェクト、鏡のエフェクトミッキーレア来たね、ナイス。鏡のフレームも来た来た、これです。ミッキーのリトルドールの着せ替え、すごく欲しかったんですよね、嬉しい。からのレアアイテム、電話機もゲットしました。またおまけもらえるのかな、さっきだけかな。ボーナスもらえる、嬉しい。ケーキをタップするとジョーカーのエフェクト、すごい、なんか羽生えたみたいになるんだね。で、もう一個、すごい贅沢。
あ、ジョーカーの王冠も1個もらいました。いいね、バシバシ行くぞ。まだ17個だからね、まだまだ引ける。楽しいガチャ。世界の床、そして洋服掛け、鏡のフレーム、椅子。あ、スーパーレアまた来た。鏡の中の世界の壁、ミッキー。え、ミッキーが真ん中のところにひょって出るってこと？すごいんだけど。豪華すぎん？え、ヘアリボン。また来た、スーパーレア。夢物語のピンクロングヘア、やばい。スーパーレア祭りしてる。しかもめちゃくちゃ可愛い、三つ編みしてるね。嬉しいアイテムばっかりゲットできる。やばい、神引き。スーパーレア3つ目、しかも全部ニュー。ベッドハウスミッキーだって、半端ない可愛さ。そしてまたボーナスももらえると、ジョーカーのリップ口もあるんだ。もう一個は、お、なんかちょっと光ったな。あ、レアアイテム、ワンピースももらいました。これちょっとやばない？この引きやばいね。よし、ということで、30連ずつ引いてめちゃくちゃいいアイテムたくさんゲットできたので、引いたアイテムで早速ねコーディネートをしていきたいと思います。じゃじゃーん、できました。一気に豪華になりました。イエーイ。そしてね、これゲーム画面で拡大スクショできたので、今動画では横画面で映しております。いきなりすごく可愛くなってませんか？このお部屋の真ん中にミッキーが鏡の中からねこんにちはしてくれるところがすごくすごく可愛いんですよ。ひょっこりとこんにちはって手挙げてくれるんですよ。たまらなく可愛い。そしてね、もう一個見てほしいのがこの子です。ミッキーのリトルドールの着せ替え。え、何やってんのこの子たち。あ、木で遊んでるのかな、もみじで。いや、めちゃくちゃこのコスプレ可愛くないですか？着せ替えでこんな感じで着せたり脱がしたりもできるんですよ。で、さらに一つ一つのアイテムにちゃんと固有のリアクションがあって、デイジーのリトルドールとドナルドとデイジーの組み合わせみたいなのも楽しめちゃったりもするんですよね。すごいなんかイチャイチャしてて本当に可愛いです。後ろでドナルドもさ、お風呂に入っていてほんまに可愛い。そしてジムもめちゃくちゃね豪華になってるんですよ。見てください、ドナルドのぬいぐるみやデイジーのポシェットをつけてます。なんかね、後ろにね木も引き連れて歩けるんですよね。ファッションで切り替えることができて、エフェクトをつけたり髪型をいろいろね変えたりもできたんですよね。いや、これが本当ね可能性が無限大すぎてびっくりしました。いや、めちゃくちゃお気に入りのコーディネートに仕上げたし、もっとなんか欲しくなりました。さらに、お、待って待って、ジムのところにミッキーを、ミッキーのリトルドールを近づけたら、なんと2人でコミュニケーション取るようなアニメーションまで。すごい、ハピネスももらいました。なんか一個一個さ発見があってすごい楽しいんですよね。見て見て、2人で傘の中に入ることもできました。これもめちゃくちゃ可愛い。たまらないですね。いや、一個一個のガチャアイテムに本当に固有のねリアクションがあって楽しさが無限大ですね。いや、みんなが集まってきた。そしてここでね、なんと特別大サービスで、ジムドナルドが大好きなので、ドナルドのリトルドールの着せ替えアバターをねたくさんお借りしてきました。いや、これちょっと見てほしいんだけど、新年の袴のドナルド、ニューイヤー衣装ドナルドなど、普段見れない姿のドナルドリトルドールのねコスプレが見れたりとか、潜水服とかもめちゃくちゃ可愛くない？ゴーストタウン、あー、このクルーズ船の衣装とか似合いすぎ。まさかの焼きキノコになってしまうという姿も。いや、もうね、本当に一個一個の衣装が可愛すぎてびっくりするので、これねマジで見てほしい。特にこれもやばい、ハンバーガーコーデドナルド。美味しそうでよ、ドナルド。大丈夫？こんなに美味しそうで。さらにエフェクトをつけることもできます。キューブアイスドナルド。キノコが冷凍保存されてしもうた。この状態で写真をパシャッと撮ることもできますし、この状態でお部屋の中で楽しむ姿を見ることもできます。なんか、本当に可愛いです。いや、これはたまらなく愛らしいです。そしてさらにさらに耳寄りな情報があるんですよ。なんと、ナイトメアビフォアクリスマスイベントが11月23日火曜日の12時から12月7日の火曜日23時59分まで開催されます。こちらはディズニーマイリトルドールで初めての登場となるナイトメアビフォアクリスマスのイベントです。期間限定のアイテムが手に入るカプセルイベントをはじめ、同作のメインキャラクタージャック・サリーのリトルドールを入手できるミニゲームなどが開催されます。オリジナルファッションが登場したり、不気味なエフェクトなんかも手に入ったりするそうです。たくさんの可愛いアイテムが手に入るので、ぜひ見逃
逃さず、こちらのイベントを堪能していきましょう。またこちらのイベントに際して Twitter のキャンペーンも行われるそうです。ぜひ概要欄から公式 Twitter もチェックしてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。かわいい、やってみたいと思ったら App Store、Google Play Store にて無料配信中なので、概要欄のリンクからぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。チャンネル登録、評価もよろしくお願いします。それではジンムでした。バイバーイ。